おぉキリやばいな。ライブで本領発揮するタイプやな。そうや、言ってたもんね。あー、その電波チェンジおもろい。カレーのルーはジャワカレーが一番好きで心躍ります。どうも、チカログのチカです。よしけです。お願いします。わからんな。ジャワカレーってうまいのよ。その辛口が僕好きで、凌介辛いの苦手なんで、多分バーモンドカレー一択やと思うんですけど、あの蜂蜜とリンゴの。ジャワカレーにも甘口はないの？甘口聞いたことない。あ、ないんかな。あのジャワカレーで甘口頼む人ってあんまおらへんと思うね。あ、そうなんや。そう、え、この店でそれ頼む？うんうん、じゃあどうなんや。そうそう、海鮮丼食べに行って揚げ物食うやつみたいな。そうそうそう、みたいな感じ。邪道やと思うねんけど、俺やっぱカレー結構好きね。せやね、うん、でまあおかんのカレーが一番好きなんですけど、まあおかんがジャワカレーを使ってるかどうか分かんないんですけど、うんうん、なんかジャワカレーの CM、 反町隆史とか、うん、結構その食べてるシーン見ると、うん、やっぱジャワカレー一択だなっていう、なんか謎のこの欲求が出てくるんですよ。カレーの欲求が、カレーの欲求が出てくるんですよ。なんで本日の夜はですね、ココイチのカレーを食べようと思いますでして、久々行くでしてってな感じで始まったわけでございますけれども、はい、本日はですね、以前リアクションさせていただいたこちらのアーティストのこちらの楽曲をテレビ番組で見るということで、早速凌介発表お願いします。櫻坂46、承認欲求、カウントダウン TV ライブライブ。よく言えました。危なかった。っていう感じでね、まあ僕たち撮影してる前の日にあったカウントダウン TV で披露された承認欲求ということで、はい、まあ僕たち MV の方はリアクションさせていただいたんですけれども、うん、まあこれもバディーズの皆さんと共にコメント欄の方で語ろうよで盛り上がりまして、こんなに早く上げてくれると思わなかったですっていうコメントもね、たくさん、はい、ありまして、いや、こんなに早く見たかったんですよ。なんか再生数を気にされる方もいらっしゃったんですけど、うん、再生数ももちろんね、 YouTuber として気にしますけれども、うん、自分たちの好きをちょっと詰め込んでるチャンネルなので、あんまりその辺は気にせず、これからも皆さんからリクエストやったりとかコメントいただきたいんですけれども、 MV って結構世界観優先やってん。まあそうやね、俺らね。そう、なんかダンスは3分の1じゃない。もちろんすごかったのはすごかったっていう風に多分その時もリアクションしてるんですけども、TAKAHIRO さんの作る振り付けってやっぱり全部見てなんぼやと思うんですよ。そうやね。こう一つのコレオグラフィー作品として見た時に、テレビ番組でどんな表現してるんだっていうことをね、めちゃくちゃ気になってるんですよ。ただダンスプラクティス出たら絶対にいいよなっていう風なコメントは前してて、してます。でもカウントダウン TV で披露したっていうことはダンスオンリーの。そうやね、ダンスとちょっとメンバー抜かれて表情見えたりするのかな。そうやな。だからよりダンスの方に集中できると思いますので、うん、今回もね、バディーズの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います、はい、それではいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ、それでは見ていきましょう。オープンザ PC。 カウントダウン TV な、一度はバックダンサーで出たいんですよね。ああいう場所でね、踊ることにね、結構ね、夢あるじゃないですか。センキューヤオでございます。ちょっとね、新しい試みでですね、初見はですね、一度もポチッと止めずに皆さんと共にリアクションを楽しんで、その後にですね、イヤホンを外して止めながら解説できたらなっていうスタイルを一度ちょっとお試しでやってみようと思います。っていうのがですね、一本丸々通してみると著作権の方に引っかかってしまいまして、過去にね、一度いきなり YouTube 上から動画が消されるっていう事例があって、ファンの皆さんをとても困惑させたことがあるので、一度目は皆さんちょっと音が聞こえづらいと思うんですけれども、イヤホンをつけてまずは、一本丸々見たいなと思います。それでは見ていきましょう、桜塚46承認欲求カウントダウン TV ライブライブでございます。ポチッとな。さあ、森田ひかるちゃん、真顔にオーラがあるんよ。細かいな。てくてく、うわ、キレやばいな。全然キレやばいな。ターン綺麗。いや、これは桜坂46ライブで本領発揮するタイプやな。そうや、言ってたもんね、うん、おい、いいね、今のこの表情。おお、抜いた時の表情ええな。一人一人のさ、入り込みが素晴らしいね、うん、じゃんじゃん。おい、手振ってるね。おおおお、強すぎて
いいねいい。安いな。くぅ。うわぁ。いや抜かれてこんな可愛いねんな。なぁ。おつ。ちょっと可愛いと綺麗が大渋滞してるよな。おう。あんな音あったっけ。もう俺一度見たけど初見リアクションみたいなやつ。なんか目細める表現いいよな、うんうん、メンバーさんの。ブレイキング、いいね。ストリートダンスの要素もしっかり入ってますね。じゃじゃ。ブレイクダウン、ブレイクダウン。いやー腕の長さが際立つね。見せ方面白いな。うん。おお、フロアや、そうやそうや、フロアあったわ。わあ、そのメンバーチェンジおもろい。これあれか、一気に来三期みたいな分かれ方してる。そうやな。うわあ、ターン2連続。ラップ、ラップ、ラップ。いいねえ。はい。この方のキレやばいな、今の。抜かれた方の。わーおえげつないな。レベル高いわ。うわこれはちょっとトレンド乗るやろ、X で。ああ。強すぎて。いや、振り絞ってんな。うわ、綺麗。上から見た衣装の散らばりが綺麗、広がりが。こんだけ踊っててこの表情できるのすごいな、やっぱ。うわぁ、めっちゃ難しいことしてますね。うわぁ、いかつー。で、最後のこのお辞儀な。ちょっと、インパクトやばいな。すげえな。前は世界観とかでさ、一度こう世界観に入り込んで、んでまたダンスやべえっていうこのさ、キャッチボールみたいなのがあったけど、うんうんうん、もう今さ、ストレート投げつけられたね。投げつけられたら、うらーっていう承認欲求をさ、うん、これだけ見せられたらさ、ちょっと、初めてテレビで見た人はさ、多分何かしてる直前の作業止めてもらうかな。落とすんじゃん。そう、なんか、携帯とかもさ、でもさ、ほんまに衝撃やで、衝撃よな、マジで。お見それいたしましたね、うん、本当に。2回目はですね、イヤホンを取りましてですね、皆さんと共に音楽も楽しみながら解説していきたいなと思うんですけれども、それでは改めまして2度目のリアクション&解説していきたいなと思います。いきましょう、ポチッとな。最初からまあまあ細かいで、そうやね、音全部よ、うん、ドゥ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 、ね、でこれね、マジで揃ってる。ほんまにその僕らよく揃ってる動きのことをユニゾンとか群舞って言うんですけど、この揃い方は尋常じゃないです、マジで。めちゃくちゃレベル高い。呼吸レベルで揃ってる、うんうん、あのね、聞こえてる音が一緒なんですよ、ちゃんと。そうやね、うん。で、どういう強さの音のアクセントをここよね、で取るかっていうのもね、合わしてるんですよ。ターンこんな揃っちゃってよ、見どころしかないな。これだって、だってスカートまで揃ってるん、うんうん、そのスカートのこの揺らめきまで揃ってるんですよ。この衣装大正解やな、うん、途中で上からの画角もあったと思うんですけど、ああいうのでやっぱそのスカートのひらひら感がパフォーマンスとして武器になってる、うん、そやね、素晴らしいよね、衣装さえまでね、な、難しいリズムの取り方してるよ、綺麗やわ。ピタッて止まってるからね。ここでほんで森田ひかるちゃんの入りやばい、うん、腕の伸び、この構成面白いよね、うん、めちゃくちゃこれ斬新、ね、斬新。なんでこの普通規則正しい感じで構成って入るけど、うん、高弘さんの芸術性がこういう見たことない立ち位置、うん、構成溢れてる、下戻ってんねんね。この子
こめっちゃ目引く。めっちゃ目引くよね、うん、いやいいわ。一人一人抜かれてもさ、抜かりになるよな。せやね、表現が。うん、この先に2人が立つことによって歩いてくる構成というか、目の行く場所を先に用意してるよ、うんうん、この2人立って、ね、そうそうそう、2人立ってからのこのね3人でこれね手を振ってるっていう表現をこれ表すのやばいよ、うん、これ手首をねここで固定して回してるんですけど、あれだったら心の中で手振ってるっていう単調な振りになるわかるわかる、多分、まあ、そのままだそうそうそう、うん、これはやな残心やわ。ここは1個ずつ飛んでるな、強すぎて強い、うん、ね、今りょうすけ言ったみたいにこう1個1個取るっての分かるよ、めっちゃ取りやすい取り方。やっぱサビの1回目やから分かりやすさ重視というか、うん、そうやね、基本大振りよな、ここは、うん、1、2、3、4、5、6、7、8な、これ分かりやすい。でこれね、ターン入れながら横サイド移動してるんですよね、これ真ん中から回しながらしてるね、こう立ち位置一切変えずにこのピラミッド型で、うん、素晴らしい分布やな、うん、うん、気持ちいいわ見てて。そのやっぱ表情ダンス全てでエンターテインメントに昇華させてるよな、うん、ここもったいねえな。あー、カメラワークな、うん、ここやばい。いやスクラッチ全部撮ってるな。ちょ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 、ブジュブジュ全部撮ったよな、これスクラッチしてるよな、うん、これ3、せーの、チュク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 で、この時のさ、やつもさ、スカートまず揃ってるよ、うん、髪もな、いや、すごいよ、転換の仕方がうまいな、照明さんも髪がかってるよ、うんうん、いや、マジ、この時に照明が髪がかってるいつもな、髪がかってるの演出やっぱすごいな、この人オーラあるな、確かに、黒髪の今のカメラ振るやつ、ここね、この後多分ブレイクダウン入っちゃうかな。ここで俺が気なんだ、向き合うの、森田ひかるちゃんが後ろ向くってね、一体全員みたいな向き合うの。ああ、確かにな、この発想まずなく、確かにな、なんかお客さんにお尻を向けるっていう発想がすごいよな、しかもセンターや、確かにな、この発想まずかっこいい、固定概念ないよな、覆してるよね、鏡よな多分、こっからこの振りもすごい、あれすごい、じゃんじゃん結構腰使ってるんですね、これつま先軸でかかとじゃんじゃん、あー、ね、ね、ここの腕の振りいいっすよね、取り方かっこいいな、へい、ここね、フロアね、このフロアはマジで承認欲求の三大見せに入ります三大見せ方に、うん、本当にシャー、ようぶらつかんな、自然と変わってんの、そうやね、構成がやろ、いや、ここのターンも入るでしょ、うん、こ3台見せ方に2回転3台とかないな、もう3台じゃない10台ぐらいマジで見せようばっかり、ターンターン、すごい、素晴らしいよ、後ろの残し方もうまいな、なあ、いやここで、こっからさ笑顔やな、ほんでさらに追い上げんねん、せやね、素晴らしいな、ちょっと防具ダンス入ってるよね、うん、入ってるね、ね、こう東京ゲゲゲイっていう方がよくされてるダンスのジャンルで、手をすごいタイトに動かすダンスなんですけど、ここでこのエナジーやばいよな、 MV とか多分それ言ってたんちゃうかな、あかな、うん、いや素晴らしい、いいね、照明さんもやっぱ髪がかってるわ、うわー、1回2回、細かいよ、ここの本で入りな、あいよあいよ、うん、やばいな、ね、あい求めたな、どこにこんな体力あんねやろ、そうやね、
マジで無限の体力。いや、これ綺麗なんですよ。マジで人間万菊やろ、これ。綺麗やな、これ、うん。赤と青と黄色やな。照明とかステージのライティングも、そういうロール感できるから、うんうんうん、余計に。いいね。なんか誰一人バテてんなこの子みたいなのないよね、うん、この表情ほんますごいわ、プロやわ。いやで、ここねちゃんと手揃えてお辞儀するっていうところまで。いやなんか多分桜坂46の全員ね、このステージ降りるまでパフォーマンスだと思ってたよね。いや、せやね、プロ意識が半端ない。半端ない。いやー、桜坂46、承認欲求、カウントダウン TV ライブライブ、総じて、最愛の子でございます。素晴らしい。見応えしかない。回答しましょう。チカログ。ということでですね、承認欲求はですね、2回目のリアクションということで、なんかね、いい見え方をしたなって思ったのが、うんうん、リアクションの時はやっぱり映像として作られた完成バージョンや。そうやね。こういうカウントダウン TV での時って、もうその一瞬でしか生まれへん、パワーとかエナジーが溢れたパフォーマンス見れるやん、うん、やっぱり2個見た方がおもろいなと思ったら、そうやな、私このカウントダウン TV に関しては生の一発勝負やん。そうやね、そこの込める思いが見えるからいいよね。そうやね、いつも伝えたいテーマ強い強いって僕らリアクションでさせてもらってると思うんですけど、うん、ライブ見な始まらへんなぐらい思った。だから初めてバディーズの皆さんに言ってるコメントが直に伝わったなって。あ、そうやね、ライブ見てくださいって。あ、やっぱライブのエナジー半端ないねんなと思ったし、ライブやからこそ分かる視点もあるなと思った。あ、そうやね、伝えたい意思が揃ってんなとか映像でも分かるぐらいやってんけど、よりこういうテレビ番組で披露するパフォーマンス見たらもっと感じた、うん、俺は。ああいうのって抜かれるって決まってんのかな。一応なんかリハでカメラワークとかはその運営側っていうか、うん、指定はされてると思うね。誰を抜くみたいな。そうそうそう、みたいな、うん、だから他のアーティスト見てもアピールする瞬間がタイミングバッチリやってます、うんうん、だからそれは合ってると思うんですけど。あれでも別の人抜いてもいけそうな気がするけど、誰一人抜かれないから。そう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 、抜いたら抜き打ちってことだよ。そう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 、不意に抜いたとしても抜き打ちで誰かってやった時にもうそれでも間違いなさそう。それでもサボってる人絶対おらんやん。おらんと思う。ステージに立つっていうことになんかすごい誇りと尊厳を持ってるアイドルグループだと思う、うん、大事にしてると思う。俺アイドルとして見たこと一回もないかもしれない。アイドルとは思わへん。多分アイドルってこと俺ら忘れてるよ。忘れる忘れる。な、これどの視点で見たらいいかっていう時に迷わへん、うん、群舞を得意とするアーティストみたいな感じで思ってるから、うんうん、確かに可愛いが先に出てこへん。そうやね、これで可愛い風に入ってたら多分可愛いしか言うことないねんけど、うん、パフォーマンスのことでしか喋れへんっていうぐらいのものを見せられてるからこそ一切アイドルとして見られてないかもしれへん俺は。逆にあんまり知りすぎたくない。っていう風なコメントも多いですよね。あ、そうやね。その全く知らん人のリアクションが逆に新鮮で面白いっていうから、うん、でもやっぱり森田ひかるちゃんとかこうセンターを張るような子はおのずとは覚えてしまったりするんですけど、もうこれからもですね、桜坂46のライブバージョンであったりとかテレビ番組のパフォーマンスを見てエナジーあふれるパフォーマンスが楽しみでして、楽しみでして、てな感じで僕たち YouTube チカルは年内チャンネル登録者数7万人絶対に達成するべく日々楽しみながら頑張っております。この動画が楽しかったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。お願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー、なんか画面として見てるやん、うん、ライブやばいな。あの人数いたらどの会場でも一席目から一番後ろの席まで伝わるエナジーもう一緒やな。せやなー、うん、やさ、これ今まで見てきたのがさ大体激しいやん、持つと思っちゃう。なんか逆にバディーズの人の中で一番激しいダンス、あ、これですみたいなの見たい。確かに。そう、今まで俺らはさ全部見ただけで激しいやん、うん、全部激しいけどこれライブでさ、どこで休憩するんやろ。そうそうね、一曲ずつ休憩いいんだよ。そうそう、の、の、ほんまに、それがめっちゃ思う。まだバンとか流れ玉って見てへん。あ、見てないね、まだね。それでも激しそうな気はするやん。バンとか流れ玉のコメントがもういただきすぎて。そうやね、しょっぱなから回ってるからね。一番最初から回ってるやん、うん、こんなに思わせぶりするチャンネルないやん。ほんまに、恋人として終わってると思う。いや、終わってんな。守り人もね、まだありますからね。そうやね、新しい新曲も終えてないですから、うん。
まあやっぱこういう今テレビ番組でのパフォーマンス見ることに意味があったと思います。僕はいや面白いね、はい、やっぱりすごい今生の勢いって素晴らしい。いやでもやっぱバディーズの人が教えてくれる情報が事細かすぎて勉強になるから、それを見てさらにバディーズになれるように勉強しましょうでして頑張るでして。